皆さんこんにちは、青のりと申します。本日も、ランクマッチやっていきたいと思います。でまず見てほしいんですけども、この順位ですね、いつも1万円ぐらいだったんですけど、なんと4090位まで、やってきました。ありがとうございます。まあ、シーズン8もですね、終盤なので、まあ、順位上げていければと思っております。それでは今日もやっていきたいと思います。対戦相手の方見つかりました。かなりえずきさんですね。対戦よろしくお願いします。うわ、ドヒドイデか。まあ、正直ドヒドイデってもうカビゴンのジュアレで倒すしかないんですよね。これエースバーンウーラオスミミッキュ、まあ、ミミッキュ先発はないかもしれないですけど、エースバーンウーラオス用に先発ガルーラで行きたいんですけど、なんかさっきの試合じゃなくて結構前の試合に先発ヌメルゴンっていうのがあったんですよ。なんかアシッドブムレンダの先発ヌメルゴンって結構あるんですかね。まあでもそれだったらカビゴンに引けばいいか。ガルーラカビゴンにしますか。ガルーラカビゴン、あとポリゴン Z かシルバリーですね。ポリゴン Z にしようかな。ポリゴン Z にしようか。でもそれだったら別にポリゴン Z からでもいいな。ポリゴン Z からにするか。これポリゴン Z ガルーラカビゴンにしますか。カビゴンちょっと裏に、カビゴンじゃないのよ、ガルーラちょっと裏にとりあえず隠しておきましょう。先発はポリゴン Z で、エースバンかウラオスが相手だったら、まあ、対魔されても勝てると。かなりえずきさん、対戦よろしくお願いします。もう悲観ですね。ウラオス、いやーこれ相手、これちょっと一個まずいのが、相手がタスキだった場合がまずいっていうのですね。相手これ悪の方だから、さっきもそうだったんですけど、タスキ、まあでもこれ打つしかないな。ダイアタックを、ダイアタック打つしかないですね。ダイアタックで相手はダイマしてない。これダイアタックすれば、あの素早さ関係が逆転するんですけど、まあ一発で倒せるんですけど、タスキだったらインファイト不意打ちで落とされそうなんですよね。インファイトはヨプのみで大丈夫ですね。どこぐらいだ、半分以上はいくと思うんですけど。これいいな。これは次の不意打ちでも落とせないんで、これタスキじゃなければでかいんですけどね。タスキか。なんかこの初手一撃ウーラオスってタスキ多いんですかね。これ多分相手次不意打ちですよね。でも別にダイサンダーとか打っとく必要もないけどな。まあ、ダイアタック打ちますか。ダイアタックで。あ、不意打ち。まあ、これは大丈夫ですね。わ、結構食らうな。ダイアタック。で、次、エースバーンが出てきてもいいんですけど、エースバーン出てくるんだったら、ダイマしてほしいんですよね。これ、ドヒドイデとか出てくるとちょっとまずいな。ミミッキュ。ミミッキュか。ミミッキュ。第3打でとりあえず川破りますか。これ多分剣の前ですよね。え、でも待って、ポリゴン Z の方が早いってことは、これまた悪鬼ミミックか。ということはドレインパンチのタイプですかね。え、でもそれだったらここ殴んないと多分ダメだと思うんだけどな。ドレインパンチ、いやーこれ困ったな。いやーこれガルーラ、いやーガルーラかー。これ相手がドレインパンチを打ってこない気がするんですよね。いやこれガルーラ残しとくか。でも相手がウーラオスミミックエースバーンっていう物理3体の選出しますかね。いやーでもなー、これカビゴンだったら多分ヘビーボンバで落とせるんですよね。カビゴンにしますか。多分これガルーラ出してもまあ、カウンターを読まれて、なんか呪いとか打たれるか、それかドレインパンチでもタスキまでいかないと思うんですよね。相手の裏が、でもさっきポリゴン2に対して、ドヒドイデとか出てこなかったんで、多分いないと思うんですよね。これはヘビーボンバーですね。で、ここでエースバーンに引かれたらちょっとまずい。剣の前。いや、これはヘビーボンバーで落とせるはず。さっきの対戦で、悪鬼発動したミミッキュにヘビーボンバーで落とせなかったんですよ。
でも悪鬼発動してないミミックに対して落とせるはず。オッケー、これはでかい。で多分裏エースバーンだと思うんですよね。ダイマ残ってるってことはさすがにエースバーンですよね。エースバーンオッケー。まあまあこれは普通にカビゴン切りでいいですね。巻いて、まあいいや、のしかかり打ちますか。でもこれ一個問題があって、特殊型エースバーンだったらまずいっていうのがあります。まあでも特殊型エースバーンだったらカビゴンで止められるかな。まあこれはいいんじゃないのか。これダイナックル打ってきてほしいんですけど、いやー、ダイサンダーとか入れてたらまずいな。ダイナックル、まあさすがにカビゴンにはダイナックル打ってきますよね。あ、オッケーオッケー。いやこれは落ちていいんですよ。相手のダイマターン残ってた方がいいので。でタスキももうウーラオスが使ってるんで、これ多分弾とかそういうのですよね。弾か、特殊型ありえますからね弾。でもここダイナックル打ってきたってことはもう物理確定なんですかね。これはもうカウンターで、まあ攻撃時段階上がってるんで、ダイスチルでもタスキまで行く、でカウンターで落とせる、大丈夫。これは何度もやってきたんで、もう200戦に戦って分かってきたんで大丈夫ですね。カウンターで落とせますね。いやーこれでかいな。でも相手の選出ウーラオスミミッキュエースバーンってかなりなんですかね、物理寄りっていうか、まあ、ノーマル相手だとやっぱそうなるんですかね。いやーこれガルーラ取っといてよかったな。あそこでカビゴン出して、これはいい勝負できました。対戦ありがとうございました。かなり江月さんですね。はい、対戦相手の方が見つかりました。小稲荷さんですね。対戦よろしくお願いします。お、ドラミドロがいますね。これなんか相手トゲキッスドラミドロと特殊型あとポリゴン2もいるんで、これカビゴン出しておきたいですけど、エースバーンとウーラウスもいてバランスがいいと。そうですね、カバルドンもいる。これはですね、先発ポリゴン Z ですね。先発ポリゴン Z でカビゴンが必要で、最後にガルーラ、これでいきます。はい、小稲荷さんですね。対戦よろしくお願いします。相手の先発がウーラオスエースバーンだったらもうポリゴン Z 大魔ですね。あとカバルドンも大魔ですね。ウーラオス、いやーこれ大魔していいか、大魔するか。よく飲み持ってるんでインファイトとかダイナックルは耐えるんですよ。でこれはもう大魔大アタックで落としに行きましょう。でさっきから、お、相手は大魔しない。さっきからなんかウーラオス初手ウーラオスタスキーウーラオスを当たってるんですよね。でここ相手がインファイトだったら多分持ち物タスキーだったら半分なんですよ、よく飲みで。ということはよくのみ持ってなければ一撃で落とされるってことですかね。で、ここで鉢巻きとかだったら結構削れるんですけど、どんぐらい入る？よくのみこれ強いですね、本当に。え、これ急所じゃないか？いや、それはちょっと、無理だろ、もう。いやー、これきつい。どうすんのこれ、どうすんのなんですけど、これ裏にだってエースバーンいたらもう終わりですからね。まあちょっと戦ってみますか。とりあえずこのウラウスはカウンターでまあ倒しましょう。倒せたら、いやーこれきついな。てかここでもう引かれたらもう終わりですね。いやーきついなそれ。しかも相手の持ち物も分かんなかったですからね。これで相手がタスキだったらもう無理ですからね。アクアジェット持ってたら相手の方が。でもウーラオス最速にするか、助けじゃない。でもエースバーンがいたら終わる。いやーなんか奇跡起きないかな。エースバーンじゃないのがいいな。裏トゲキスドラミドロだったらまだいけません。あ、それかポリゴン2ドラミドロでもいけるな。あと特殊2体だったらトゲキス、これ可能性あるぞ。これ多分ここ相手、悪巧みですよね、絶対に。これガムシャラで。ダイマーまだ絶対しないはず。とりあえず悪巧みなんで、こっちからガムシャラが
通らない。いやでもこのダイマックスはでかいかもしれない。ここでこっちの方が早いんで、ガムシャラでまず半分まで削る。で相手が多分大ジェットを撃ってくる。でカビゴンなんでなんとかなるんじゃないか。これ勝ったらドラマだぞ。ここで相手がトゲキス出してきたってことはエースバーンいないと思うんですよね。だってこれエースバーンいたら普通に不意打ちでガルーラ倒せばいいわけじゃないですか。不意打ち持ってないエースバーンってことか。いやでも待てよ、ウーラオスがタスキじゃなかったってことはなんかタスキが残ってるんですかね、裏に。いやでも問題がこのカビゴンの技がのしかかりしか入らないってとこなんですよね。ヘビーボンバー今ダイマされてるんで、これはのしかかり打ちますけど、相手の裏がポリゴン2ドラミドロだったら勝ちですけど、まあドラミドロはないだろうな。ドラミドロは多分ポリゴン2とセットだと思うんで、いやこれは全然入んないはず。くっそー、結構効くな。これ急所当たったらまずいな。これのしかかりで麻痺んないかな。いや麻痺っても多分トゲキスの方が早いよな。まあのしかかりで、まあ相手の方が早いんで、おラッキーだ。これはまあ初手急所に当ててきた。いやーしかも落ちないんかい。やばい、まだこれエアスラヒルミっていうのがあるな。まあまあまあ、よし。これは、まあ、最初ウーラオスがポリゴン Z にインファイト急所を当てたので、まあ、チャラに してください。これはで、これラストエースバンじゃなかったら勝てる。エースバンだったら終わり。エースバンは終わりだって。まあいや無理じゃん。だってこれ絶対飛び下げりで落ちるんで、これは何でも落ちてしまうんですよ。で、のしかかりでも一発で倒せないんで、何かをかわして地割れを当てるっていう。え、カウンター？タスキカウンターか。いや、ちょっと待て。これ地割れ当たってもカウンター食らいますよね、多分。タスキカウンターか。いや、これヘビーボンバー地割れの方がいいのか、それとものしかかりで麻痺引くがいいのか。いや、これのしかかりで麻痺引くの方が、飛び膝切り打つんかい。いや外してくれたら勝てる。外せ。よしよしよし。え、これ飛び膝切りで落ちるでしょ。頼む。あ、飛び膝切りじゃない、のしかかりで。頼む。よっしゃ、来ましたこれ。いやこれ相手も負けると思ってなかったでしょ。だって対戦ありがとうございました。いや僕もだってこんなん勝てると思わなかったですからね。いやー、全ての運が来たって感じですね。運貸しとはこのことって形ですね。対戦ありがとうございました。